風卓です。今回は超高速骨粉製造機の作り方の紹介です。速さは1分間に256個です。バージョン 1.17 になり、骨粉の重要性がさらに上がってますので、これさえあれば困ることはありません。ぜひ作ってみてください。それではレッツゴー。
ご視聴ありがとうございました。工場みたいになってしまいましたが、これさえ作れば骨粉に困ることはありません。バージョン 1.17 で骨粉の必要性がかなり高くなりましたので、ぜひ作ってみてください。今後もお役に立てれる装置や、簡単でおしゃれな建築をバンバンやっていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で、バイバーイ。